はい、まさにね、このシーンですね。このシーンがね、はい、こんにちは、重工房のフラッシュです。今日はですね、前回のお正月企画ボルボ V40 を試乗するというね、そういった企画を受けてですね、改めてスバルのアイサイト3もですね、試乗してみようということで、試乗会に行ってきますということで、まあ試乗会と言いましてもレンタカーをね借りるんですけども、そうですね、半日ぐらい乗ってみようかなと思っています。前回残念ながらあまりいい結果にならなかったんですね。そんなことを踏まえて、アイサイト3もですね、ちょっと厳しい目でもう一回見直してみようかなと思っています。まあこの際ですからね、はい、ただ私が購入を検討している車種がインプレッサーなんですね。インプレッサースポーツなんですけども、インプレッサースポーツのレンタカーがなかなかなくて、とりあえずですね、レボーグのアイサイト3搭載車を借りることにしてあります。まあレボーグとインプレッサースポーツですからだいぶグレードが違うんですけども、アイサイト3に関してはほぼ同等のものがついているという情報です。なので、今回はですね、その車の装備云々はちょっと度外視して、アイサイト3の性能、自動運転の性能とかですね、レーンキープの性能とか、そのあたりを特に中心にですね、検証、ガチで検証してみたいと思っています。ボルボもね、厳しい目で見ましたんで、アイサイト3もですね、ぜひ厳しい目でね、チェックしたいなと思っております。それではレンタカー屋さんに行ってきます。レッツゴー。はい、早速リボーグに、ね、乗り込みました。ですね、まあ、今日はリボーグでも内装はあまりご紹介しないですね。このアイサイト3についてね、お話をしていきたいと思います。これアイサイトですね、これですね、これはクルーズコントロールのですね、操作部になりますね。簡単に説明すると、この、はい、これですね、このボタンですね、時計のマークのついた、これがスタートすると。でこれが、レーンキープですね。ちょっと名前はね、メーカーによっていろいろあります。まあ、レーンキープと言ってみましょう。レーンキープアシストですね。それからこのボタンがですね、前方との距離を縮めたり広げたりするんですね。でこのボタンは、操作設定を速度をね、足したり引いたりと、まあ、上げたり下げたりというですね。で例えばこのボタンを押しますとパネルがですね、変わります。画面がですね、こうなります。はい、着きましたということで、これがですね、クルーズが入っているという、あ、クルーズの設定ができたというボタンを押したというですね。で、下の何キロメートルというところは、まあ、数字が出てないので、まだクルーズが始まってないということですね。で、真ん中にある3つのボタン、これはですね、この前方との距離を縮めるということですね。まあ、これがこのボタンに紐づいているということですね。はい。で、それ以外にはですね、はい、それ以外にレーンキープですね。レーンキープのボタン、今ボタンがつきましたけども、これですね、はい、これは、このボタンと連動しているとですね。レーンキープ、でこれが入るとレーンキープをしますよということですね。ただし、この画面のですね、ここのレーンキープまだ線が出てないですね。この状態はちょっと後で、ね、画面上で説明しましょう。まだレーンキープに入ってないよということですね。入ってはいないけども、設定はされているということですね。はい、というわけで、早速ですね、ちょっと市内走行から始めてみたいと思います。久しぶりに乗るので、ちょっと感覚を思い出すまでね、時間かかると思いますけども、スバルの特徴、スバルアイサイト3の特徴はですね、なんといっても全車速追従機能というんですね。これが特徴です。はい、要するに前に車がいればですね、追従していく機能があるということですね。なのでこのクルーズコントローラー、今常時入れてある状態です。入れてある状態なので、クルーズコントローラーが働いている状態でしたら、全ての速度において、前の車をに追従すると、そういうような機能があるというふうに、考えてますけどね。これが特徴だと思います。なので前に車が来たらですね、まあ、自動的に、認知するということですよね。今日はですね、毎度毎度そうなんですけども、カメラはね、何台か体制で受けてます。これは iPhone のカメラですね。 iPhone のカメラですね。そしてこちらが、インカメラ、ごめんなさい、ドライブレコーダーのインカメラですね。そしてこちら外側がアウトカメラですね。アウトカメラということで、ドライブレコーダーの映像と、iPhone のインカメラをね、うまく利用して、撮影していきます。それ以外にも、手持ちのカメラ2台をね、持ってきています。この後ろには、
ですね。アクションカムですね、ついています。後ろからの映像もね撮れるようにしています。画面はですねこんな感じになってますね。両方ともグリーン出てますね。速度は80キロですが、前車との距離もグリーン、そしてレーンもグリーンの、ね、マークが出てますから、両方ともグリーンになってる状態、まあ、これで完全にコントロールされてる状態ですね。これはねほぼ正常の位置を走っています。これで今少し右へ行きました。あ、やっぱりうまくね、うまくこうセンターに中央に合わせてくれますね、はい、この辺があれだね、違和感がない。そして、今確認したらですね、レーンを見つけましたね、はい、レーンを見つけてこれで今自動操縦に入っています。はい、ほとんどハンドルには力入れてない状態ですね。これですよ、これこれこれぐらいで走っていれば安心ですよね。これ今多少右へ寄ってきましたが、ね、当て舵をきれいに打ってくれています。やっぱりこの辺がねふらつきが少ない感じはしますよ。あ、ちょっとハンドル持てって言われましたね。今ハンドルを長時間、持ってないとですね、持ってないというか力が緩んでると、ハンドル持てと、あとは右側の車線が消えましたね。右側の車線が消えた感じでしたね、今のね。車線をロストすると、自動的に外れる感じですね。はみ出し注意と、はみ出ししたらはみ出し注意が出ると。またこれ逆光でしょうかね。あ、これでもう全く何も見えない状態になったので、一応速度のドライブだけはですね設定はそのままになってますけども、レーンキープはできていない状態ですね。あ、今できてるな。逆光のはずなのにできてますね。今はレーンキープができています。やっぱり両側の白線がはっきり見えないとレーンキープしてくれないですね。ここははっきり見えてますから、トンネルですからね。ここはもう完璧ですね。あ、前の車を発見しました。これで追従モードに入るということですね。全くね、これが本当正常、私の理想としているラインですね。中央、ほとんど車線の中央を走っている感覚です。これだとね怖さはないんですよね。あとふらつき、変なふらつきもないですね。ハンドル操作しろと、ハンドル操作をしろとね出るんです。これちょっと何秒か忘れました。15秒だったかな。何もしないとハンドル操作をしろと出るんですけども、まあ、何をもってハンドル操作か分かりませんが、まあ遊びの範囲でもねハンドルちょっと握ってあげるとかするという感じだと思います。どこでねハンドルをセンスしてるか、まあセンサーが動いてるかわからないんですよね。なんですが現在は、両側がついてる状態ですね。はい、はい、今は両側がね、に確認できてます。ドライブの方もアクセルの方もステアリングの方もですね両方、これで、サポートしている状態ですね。
もちろんハンドルは握ってないとダメです。ただし足はですね、何もしなくてもいいという状態ですね。はい、この状態です。はい、次のインターで降りましょう。はい、今ちょっと高速道路をね走りましたけども、今のところですね、結局その車線の幅ですね、幅が3メートルから4メートルと言われているその広い幅になっていないと、レーンキープは作動しないです。しないことが分かりました。で、仮に作動したとしても高速道路で車線の幅が広かったとしてもですね、照り返しとか逆光とかの関係でラインがはっきり見えない時ありますね。こういう時は認識しません。なので、認識しないので当然レーンキープはしないということになりますよね。そういうことが分かりました。で、合わせてですね、レーンキープの状態というのはですね、やっぱ極めて自然ですね。まあ、比較して申し訳ないですけども、先日試乗したボルボ V40 ですね、はどうしても右へ寄ってってしまう。あれはね、その車車体との、個別のね特性かもしれないんですけども、あれは右に寄ってってしまうということはなかったですね。今ちょっと一瞬でしたけどもね、ご覧いただいた通り、ちょっと後ほどもうちょっとじっくり高速道路をね走ってみて、車線をどんな状態で走るかということをね確認したいと思います。あとね、カーブの具合ですね、カーブもどこまでトレースできるかということもね合わせて確認したいなと思います。このドライブハンドルのですね、レーンキープが外れた時っては怖いですよね。どういう現象が起きるか。今は、右側ついてますのでレーンキープが働いている状態ってことですね。はい、このまま ETC に入っていきます。さすがに ETC はね自分でブレーキ踏みますよ。ちょっと怖いですからね。サイド、これで入っていきましょう。はい、前車発見しましたね。前車を発見して、よいしょ、ちょっと私カメラ見てないので、うまく映ってないかもしれませんけど、その場合はごめんなさい。現在はですね、前がブレーキ踏みましたね、はい、踏んで、レーンは見つけていない状態ですね。多分おそらくこれは逆光というか太陽の加減だと思うんですよ。太陽の加減で、見つけられないんだと思うんですね。あ、これで今見つけましたね。逆光の具合がちょっと良くなったのかな。はい、前の車も見つけていて、しかも、レーンも見つけて、まあ、これでハンドルも操作してくれている状態ですね。どうでしょうか、レーンキープね、ほぼ、まあ、気持ちの上ではそれほど悪くないです。まあ、気持ち10センチぐらい右を走ってるかなって感じですけどね。ちょっと追い越ししてみましょう。設定90キロ、ほぼ90キロですね。レーンを外してしまいましたね。またこれもやっぱり照り返しだと思いますね。これがダメだね、照り返しで消えちゃうっていうのが。ウィンカーを出さずにですね、はみ出ししてはいけませんというんですね。ウィンカーを出してるとはみ出し注意という合図は出ませんね。今前の車はね認識していない状態です。ちょっと離れてるからですかね。50メートル以上ありますね。もうちょっとあるかな、100メートルないと思いますけどね。あれが近づいてくると認識するんだと思います。今認識しましたね。はい、これで両方右も、
ね、前者との距離も、レーンもですね、両方認識している、まあ、自動運転の状態ですね。気持ちね、あ、今これで普通ぐらいですね。真ん中あたりを走っていますね。はい、この状態で例えばですね、ちょっとこう手の力を緩めてみます。12秒ぐらいですか。12秒ぐらい経つと、あのハンドルを持ってくれと出ますね。もう一度数えてみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12秒ぐらいですね。はい、12秒ぐらい。今あの触ってはいるんですよ。ハンドルには触ってはいるけども、ほとんど力を入れてない。もう指先だけで、ね、本当にタッチしている程度ですね。やっぱりある程度こうグッと握っているか、力がかかっている、トルクをかけている状態ですよね。にしないとどうも、その握っていないというふうに認識されるみたいですね。ちょっと車線変更します。ちょっとこの前の車についててみましょう。太陽の加減がいいので両方とも認識してくれている状態ですね。今はすごく安心して走れる状態ですね。おっと、外れましたね。知らない時に外れるんですね。もう少しあのレーンが外れた時の音を明確にしてくれるといいかもしれないですね。あのポーンだけでもね、ちょっと分かりにくいですね。ビビッとかちょっと高めの音にしてくれた方が安全だと思いますよ。はい、ハンドルを握りなさいと言ってましたけどね。ハンドルに握ってはいるんですけどね、あのやっぱり力が弱いんでしょうね。はい、前がいなくなったので、ね、あ、前入ってきました。はい、車線を変更します。両方外れてキープと前車追走とですね、前車追従とですね。あ、結構カーブもちゃんと曲がってきましたね今。じゃあ次にカーブが来るので、はい、次のカーブね、どんなカーブ、次のカーブがどれぐらいこう耐えられるかちょっとやってみましょうか。微妙なカーブですが、お、切りますね、ハンドル。お、綺麗に曲がりましたね。はい、これぐらいのカーブなら安心して曲がれるようですよ。いいですね。ほぼ本当に気持ち悪くないセンターを走ってくれています。はい、明るさがね、急に暗くなると。軽さがね、あの変わってもちゃんとレーンキープしてくれてる状態ですね。はい、トンネル出たり入ったりね、してでもこれでもちゃんとレーンキープはしてくれてるということですね。前とね、近づいてきました。前と近づいてきて、前ゆっくり走ってる車が見つけましたので、これに追従するという感じですね。はい、おお、これは危ないですね。おじいさんでしたね。今もね、ハンドルはほとんど触れているだけ、触れているというとね、触れているだけではダメですね、正確には握っていないとダメです。ダメか、握ってるだけではダメでしたね。やっぱりこうトルクをかけてあげないといけないですね。
はい、もうこれでもね、もう足も手もほとんど何も意識してないです、極端なし、よそ見してても運転してくれている状態ですね。ただこういう天気だとちょっと気をつけないといけないですね。逆光の時にとっさでそのレーンキープが外れてしまいますからね。こういう風ですね、この高速渋滞というのはこういうことです、まあ、ETC の料金所も同様でしょうけど、これぐらいのカーブは、それでも外れましたね。残念ですね。これぐらいのカーブはクリアしてくれると思ったんですけど、ダメでしたね。まあ、あんまりないのかな、これぐらいのカーブは。まあ、どんな多分、レーンキープも、あれぐらいのカーブはちょっと曲がりきれないと思いますけど、はい、こういうシーンですね。こういうシーン、ちょっと。道が結構混んでますよね。道が結構混んでて渋滞してると、まあ、70キロぐらいですかで走ってる、77キロで走ってますね。こういうシーンなんかは、まさにアイサイトの出番だと思いますよ。今は、前車との距離も測ってるし、レーンもキープしていると、両方ともね、両方ともグリーンのマークが出てますから、足は、ね、何も触れてなくても大丈夫ですね。足はフリーで、まあ、手はこう、こんな感じですね。ちょっとこう添えてる必要ありますよ、ハンドルはね。空いてるハンドルはこうテンションかかってる状態、いつもである必要はあります。こう固定乗せてるだけだとね、これはの握ってることにならないみたいです。はい、そんな感じですね。はい、これがね、こんな感じですよ。あ、今のカーブもね、綺麗に曲がってきましたね。はい、うまくトレースしました。スピードがないからトレースするんです。スピードとカーブのこう加減っていうんですかね、それに影響してるんですよね。まあ、こういう微妙なアクセルワークの時にですね、足で踏まなくていいっていうのは楽ちんですよね。はい、まさにね、このシーンですね。このシーンがね、アイサイト3のもう本当に一番の出番ですね。得意とする場面だと思います。高速道路でなんですが、まあ、7、80キロで渋滞している状態ですね。いわゆる低速道路になっている状態ですね。この状態っていうのがね、アイサイト一番得意です。画面はですね、こんな感じになってますね。両方ともグリーン出てますね。速度は80キロですが、前車との距離もグリーン、そしてレーンもグリーンの、ね、マークが出てますから、両方ともグリーンになっている状態、まあ、これで完全にコントロールされている状態ですね。はい、まあ、前車との距離とレーンの真ん中を、ね、ハンドルはですね、まあ、微妙に握っている状態ですよ。はい、ということで高速道路の、ね、走行が終わりました。まあ、おおむね及第点という感じではないでしょうかね。はい、まあ、低速時のレーンキープについては不満点が残りますけど、まあ、これは、まあ、もうちょっと経ってからの宿題という感じでしょうかね。もう、まあ、今のところですね、このインプレッサが、まあ、筆頭かなという感じですね。といってもね、もうあんまり時間がないんですよね。そろそろ車を決めないといけないので、車探しに行こうと思います。車をね、レンタカー屋さんにお返しに行こうと思います。今回お世話になったのは、日本レンタカーですね。日本レンタカーの名古屋駅前店といったところですね。こちらにリンクを出しておきますけどね、名古屋駅前店。もし、リボーグのですね、アイサイト3を体験したければ、レンタカーがいいと思います。試乗車ではね、
ちょっと気楽に運転できないし、ちょっと高速行かせてくださいとも言えないですよね。まあ、ぜひ私はね、あの車は実際自分で乗らないと車を買えない人だもんですから、余計にそう思うんですけども、もし許されるんであれば試乗されることをねお勧めしますよ。はい、ということでね、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回のね、試乗会がですね役に立ったという方でしたら、高評価ボタン、またチャンネル登録をお願いします。以上、自由工房のフラッシュでした。岩尾さん、なら車は乗んなきゃわかんないわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。